多くの車が行き交う国道274号線です。ひときわ大掛かりな鯉のぼりが目に飛び込んできました。ここは大型建設機械を数多く取り揃えているサオマ重機株式会社の敷地内です。やってる、あの冗談でもやってますけど、私も見に行ったことあるけど、やっぱりこういうのことは上ですよね、やっぱり。考えてない。何でも重機を出るもんですよね。そうですよね。初めてそばで見たけど、大きいですね。今年して特にですね、大きい機械なんですよ。これ200トン、下にも出たけど、200トンクローラーなんですけど、毎年ね、70トンとか90トンのクローラーでやってるんですよ。下からね、やっぱ本体の迫力が今年違うんですよ。これダンスだ。もちろん趣旨でやってるんですけど、一番最初の本当の一番最初の始まりはこの周りに桜の木植えて、あの自分たちでこうクレーンにあの鯉のぼりにつけて花見しようとしたんですよ、あららら、最初は本当の一番最初の始まりは、だけどそれなら交通安全とかそういうのをあれしてキャンセルしてやろうって言ってこうやってたら今度やめられなくなったんですよ今年いつあげるって、うん、そうだわ、やめられないわ今年いつあげるのよ、何匹いるのよって、ほっと一息入れて見上げるドライバーたちや家族連れなど、明日の子供の日を前に見物に訪れる人の絶えない一日でした。